西高等学校付属中学校の小木曽と申します。よろしくお願いします。あのこんな学校名ですけど、私、立私はロイルの授業デザインアドバイザーとあ背景にもありますけど、の日本で10人ぐらいなのかなもう,もうそろそろ11人目が生まれそうな感じありますけどね。11人目が来るんだ楽しみですね。はい、<laughs> その中の多分ゼ0号機だと思いますっていう、<laughs> 勝手に0って言ってるけど、最初2人でだって、 2>, そ2人目の中の1人なんですけど、まあ、初号機の方はとても強い方なんで勝手に0号機だと思っておりますあの情報のイベント参加してくださった方はあの時に登壇してくださってた要先生が初号機です、はい、金目先生本当にもう戦闘力高いんで。ね まあいいですね。は <laughs> い。私の経験は中1から高3まで他人したことあります。えー、高1 2,、2、3と3週してから中学校へ行きましたで。中学と高校で数学を教えております。えー、田西は中学校 1>, 1学年、大体40名前後ですね。高校が240名前後いるので、高校が主体の学校ということです。本当に付属の中学校になっていますで。中学校で1人1台 iPad を始めて6年経ちました。年次進行なので、中1から始めて、今年し始,始めてその、中1のもクは卒業するということになりました。今では中高全員で iPad を持ち帰っております。 で学校としてはロイルを導入して7年目ということで、まあ、そうは言っても、えー、と私は一般的な教員でございますのであの<や>ただ単に早くからロイルを使っているという。<laughs> いいいでしょうそれぐらいのハードルを下げてもどんどん皆さん上げていらっしゃるんであれなんですけども、まあ、そうは言っても ICT が未来を切り開くんじゃないかと信じて取り組んできましたそしたらですね中1から iPad 使ってきた高校3年生が推薦試験プレゼン利用で大学を合格するという、えー、おすごいですよね40人中4人がプレゼンで受かったので1割はプレゼン使ったんです、ね、すごいっすね、うんうん、しかもあの一般試験で受けたら絶対受 からんとこばっかり受かってくれたんで、まあ、これはかなりありがたくて、一般も頑張ってたんですけども、も本当に新たな可能性を感じたなと、まあ、報われた気分でしたね、本当にね。先生、ちょっと今、その箱を見たら、ですね、はい、生徒の課題を添削したいっていうのがあるので、よかったらちょっと出してもらったやつ、添削してみてもいいかもしれないですね。あな,るほどなるほど、なるほど。どっちがいいんだか、僕は手,で手が入った方が分かりやすいんじゃないかなと思って、今、確,確かに。いはいえとじゃあ、えーと 分かりましたけど、ちょっと適当にこんな感じですか、えー、そんな感じですね。はいえとあ。ペンでしか入れれないので、うんうん、あっ、授 <laughs> 業<字が>。<laughs> 書きづら。<laughs> こんな感じですね。はい。書いたら、ここに返却ってあるんで、返却ってすると、その人に返すことができます。はい、<だ>ありがとうございます。一人一人やると、ああ、 あとはちょっともし時間あったら、一人一人やると大変なんで、ここにちょっと見づらいですけど、一括返却っていうのが先生用にはあるんですね、一括返却なんで、ば、ね、ーって書き込んでから最後に一括返却、ポンってやったほあが、送るときは早いかなと思います。はいっていう感じで、生徒の課題を添削しようと思ったら、提出箱に出してもらって、それを手書きで、うん、あの書き込みして、返却って押したらできますよっていう形になってますですす、ね、す、はい、そんんなな感じががいいいいいいかとと思いますはいすみままはせんありうううございましたあどどももでです。どうもです ということで、まあ、かなりの方出していただいたんですが、進めてもいいのか。もうちょっとやっいいのか。どうぞどうぞ、どんどん行っちゃってください。いいですか。はい。じゃ、うん、進めましょうか。では、さて、ということで、えー、と今日の内容は、ひつでもヒントになればなと思っております。ICT はいつもちょっとトラブルとかって言われることもありますけれども、あのトラブル対応は対話のきっかけだと思いますし、学びのきっかけだとも思いますので、チャットで投げていただいたり、 お声掛けしていただいたり、周りに聞いていただいたりし,たらしていただけるといいかなと思います。お付き合いいただければありがたいです。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと本編の前に、本編の前に、えっ、ー、と、活用のメリットを少しだけお話しさせてくださいと、えっ、ー、と、授業の組み立てのイメージをちょっと表現してみましたので、共有できたら嬉しいなと思っております <laughs>、えー。例えばですけども、えっ、ー、とね、右から左を 時間で表してますね。えっと、授業を始め、4分の1、半分3、4分の3、終了みたいな感じで、こうどっちで何するみたいなで。例えばですけと、私は昔はこんなイメージでやってたかなと思うんですが、まあ、ちょっと復習じゃって、今日何やるのって言って、内容バーっとみんなで確認するで。練習して、確認して、まとめで宿題みたいな、まあ、大体こんな。 イメージですかねなんかあれですよね、そのうん、指導案とかもこんな感じになってますもんね、一番最初に、ね、前時の振り返りがあって、内容があって、最後まとめみたいな、うんね、本当にまあ普通はこんなイメージですよねだいたいたこんなイメージかなと思うんですけれども、例えば ICT を使うとどうなるかっていうと、こう一つ一つが短くできて。 でこう効率が上がって時間が生まれてくるよねっていうのが一つの効果じゃないかなと思います演習時間がいっぱい取れそうですよね,そうですねまず。なのでまあ場合によってはあの宿題をちょっとここに持っていくお洋化とかいろいろなこう組み替えとか起こしやすいんじゃないかなっていうこともありますよね。もう一個がが今私が授業やってる 感じを少しだけおし示してみようと思いますけれども、この復習とか内容をもう予習動画として渡してしまうと、そして、この確認とか練習とかを授業内でやったら、プレゼン発表とか資料作りとかっていうのに多くの時間を割くことができるんじゃないかなと思います。 まさにあの言語活動っていうところの充実っていうところなんでしょうね、これって。子どもたちにたくさん発表とか喋らせたりすることで結構話せるようになったのと逆にその数学が得意な子が説明できるようになったっていうこともあって意外なこともあんです。あなるほど 結構その今おっしゃってたのって自分では解けるんだけどなんでこうなったのっていうのが説明できない結構その勘で生きてるタイプの子が言語化できるようになったってことですよねすす、はい、いますよね確かに結構ねいますよねなんか,とかでパーとかできて答えこれとか言えるんだけどなんでって聞くとうーんとか止まっちゃうことが <laughs> そういう子があこういう繰り返しやってるとこう途中を話せたり説明できるようになってきてあなんか。 違う切り口でやってみたら思わぬ副産物だと自分では思ってるんですけどもあ効果はあるんじゃないかなっていうことを思いました要するに言いたかったことはですねあの今までの要素を変えないで活用ができるっていうのは大きなメリットなんじゃないかなと思っていますだから ICT 使えとかっていうとなんか使うことが先になってだから今の授業を変えなきゃいけないのかしらみたいなふうになっちゃうんだけどもちょっとそういうイメージじゃなくて今の授業にうまくマッチさせていくっていうことが 大事なのかなと。その方は使いやすいかなと思いますが、了解です。そうですね。そうですね。感じかなと思います。使うことが手段じゃなくて、目的になっちゃったら本末転倒ですもんね。うんうん、ねなので、はい、さっきのお話で言ったら、多分数学って他の科目以上に、演習時間をまず取らなきゃっていうところで。説明の時間とか、その他がまず圧縮されるだけでも、すごい良さそうですよね、はい。かなり効果はあると思いますんで。 まあそんな方法をいくつかご紹介できたらいいかなと思っております。ということで、えー、ICT 使って効率が上がるといいですよねということと効果が上がるといいですよねということとあと意外と記録できるっていうのがいいかなということですね。あの7年使ってるんですけど7年前の授業とかは自分あるんで。 恥ずかしくてちょっと見せられないんですけれども子供にとってもポートフォーリオですけど先生にとってもポートフォリオっていうねこれも結構メリットなんじゃないかなと思います結構毎まあもちろん作り変えなきゃいけない時もありますけど多分先生方毎年結構新しくノート作り直したりとかされてるっていうのがあの過去のやつを持ってこれたりするっていうのは結構教員側も蓄積できるってすごいいいですよねいはいそれは本当に大きいなっていうふうに思いますととこでその辺りもちょっと踏まえて、えー、実践 点を９種類ぐらい紹介できたらなと思ってます。９つの例を３つの９で示そうかなと思ってます。ということで、左、えー、<え>パッと見せられたのかどうかですね。横にここいろいろで使うスキルを、えー、文字入力、手書き、写真動画、提出箱送るテスト、いろいろまあそれ以外の機能でいろいろ以外を使うみたいなのを見ちゃってみました。で、えー、９種類の実践例ということで、えー、おお<ー>面白いでしょこれ。 どうででもいいです。<laughs> 初級、中級、上級と分けてみました。初級のお話はですね、えー、主に写真を使うもの、動画を使うもの、それから提出箱、まあ、写真と提出箱を使うものと、まあ、この辺りからお話を始めていきたいなと思いますが、皆さん、ここまで。 よろしいでしょうか。なんか。はい、ご質問とかあれば、全然チャットの方にどんどん書いてください。これ、あれですね。ああそのレベル別に。あの、使うスキルがちょっとずつ増えていくような、そんなイメージですかね。そうですね。ちょっとずつ増えていきますね。うん、なるほど、なるほどち。ちょっとずつ増えていくんだ、ね、じゃ。じゃ、まずは、その、本当に初めての方でも、限られた機能だけでできる事例からご紹介いただけるって、そんな感じですかね。そうですね。はい、なので。はい。は簡単などこぜ<ひ>ところから、いきたいと思います。 本当にいろんなレベルの方がいらっしゃるので、全部じゃなくてもいいと思うんですあ。ここは使えそうだなとか、1個でもいいのでも使えていただけたら本当にいいんじゃないかなと思います。では最初の カメラのところから参りましょうカメラまず ICT の活用はカメラが第一歩だと本当に思うんです。<laughs> 例えば板書の授業終わった後に板書の写真撮るとか逆に板書計画を立てるとか <laughs> あとちょっと個人的にいろいろスクラッチって便利だよみたいなそんな3種類のお話をさせてもらいますね。まず1つ目から参ります。えっ、ー、とまあ授業の最後に写真撮れば板書の写真でもう字が汚くて本当に申し訳ないなと 思うんですけれども、あの今日こんなことやったよね。っていう風にできますよね。で、自分の字って汚いなっていう振り返りもまああるんですけれども、<laughs> あの欠席者に授業内容を伝えれるじゃないですか。っていうのもあるし。うんうんうん え二順するとき高校だと結構二順三三順ちょっといあんいかないかもしれないけど、まあ、二順しちゃうから一順目の記録取っておこうかとかもしくはあの次の授業の最初に前回こうだったよねって示するだけでも大きいんじゃないかなって思います最初こんなところから始めました、うん、もう欠席者への内容の連絡すごいいいですよね多分今コロナとかで学級閉鎖とかにちょこちょこまだなってるところとかあると思うんですけど、はい、それ用に作んなくても他のクラスでやったやつを板書写真撮っといて見といてねっていうだけでも全然違いますよ、うんうん 全然違いますし2回3回同じ授業をするときにはもうちょっとこここうすればよかったなとか思うことあったりしませんありますあります。ますそのときのバランスをどう取ろうかってもう一回ね変えることができるのでいいんじゃないかなと思います。ね、でこれやっってて思ったのがああのがあ 版書をする時の文字サイズってこんな感じだなとかっていうのをちょっとつかんどいてでいって次にやったことは版書計画を立てた方がいいんじゃないかなと思ったんですい。どういうことかっていうとこう真っ白な教室です、ね、かか黒板にこれ、はい、今日の授業を書き込むんです教室の写真を撮ってそこの黒板に直でノートの内容を書いちゃうってことです、ね、そういういことですレイアウトむっちゃわか。りやすすすいいじゃななででかそうなんですよ あの先生方指導案で。 版書計画とか書きません。で、パソコンで版書計画とか作ると、もうバランスぐちゃぐちゃとか、なったりしませんかね。あ、そうわかります。なんか、理,理科と数学だけなんですかね。私だけですかね。なんか。この一枚に収めたいっていう内容をずれると、うどうしようって、そうす、そうい個人的に嫌なんですけど。なんか。そう,そういうのがなく、なんかノートに書いてると、いまいち黒板のサイズ感とかが分かってなくて、こんなに書けるわけないやんっていうのを。一枚に入れるつもりになってたりとかするんですよね。あります。あります。あ、ここまで書くつもりだったのに、なんか。あれ やばい入りが次々書かないえでも次書いたらちょっとみたいなねそういうことありますよね,ねいやなんかあれ本当ねいや母が数学の教員なんでこの話したらもうめっちゃわかるって言ってたんで多分理系あるあるな気がしますねこれねそうねかな <laughs> これはなるほどめちゃめちゃわかるな気がしますねあ <laughs>、ね、絶対こっちのがいいこのこの感覚を一回写真撮っといた上でこれ作るととてもバランスが見やすくなってうん、うん、あのにも あの書きやすくなるし、ここあこれで収めればいいっていうのはすごく見えていくる。それからそのまま使い。回しもできれば。まあ、もしかしたら綺麗なまま子供にも渡せるかもしれないっていう。そういう。 使い方できますよみたいなお話ですね。ねこれ実習生もこれで板書計画させたらいい練習になりそうですよ。なんか放課後のね教室とかに残って書く練習とかするじゃないですか。<あ>これおうでまずアイデアどうするか考えてみっていうのとかでもすごい良さそうですよね。そうなんですよ。絶対実習生とかこの方がやりやすいと思うす。いや絶対いいと思う。ね。で二巡したら二巡でねばーってもちろんコピーする、うん、さっきの複製コピーができるっていうんですね。すればいいですよね。 カードを入れとくとかってすればいいわけであって、これはプロジェクターで写すとかっていうふうにやればいいんですね。ここにカードを足すのがあるんで、プロジェクターで写すのはこんな感じみたいな感じで、ここに何を写そうみたいな。 やってもいいんじゃないかなと思いますありがとうございます番書計画はい早速反響が出てるどんどんいきましょうどんどん行きましょうどんどんいきましょうちょっとまた今度は逆で書くんじゃないんですけどもロイロスクラッチという方法をご紹介したいと思いますえっとこれ黄色チャートのページなんですけれども何がしてあるかっていうとあえて消してありますねスクラッチ、えー このなんか上に載ってる赤い線とかが先生が後から書き加えれたやつですかさっきの手書きのやつですね、いはいはいこう。こんな感じで塗りつぶしてるだけですね。<laughs> でこれをじゅん授業準備とし,としておくんですね。 で授業の時に二次関数の最大最小は基本形で考えるんだぞとこう消しながら示していくわけですよね。軸の位置が決めゃだよなってこういうふうにやっていくとすごく集中できますよねあの子供も先生も喋ってるああなんかそのロ,ロイロの悪口突然言うんですけどロイロのプレゼンってアニメーションつかないじゃないですかそれをこれでなんかね多分アニメーション使われる一番の理由って順番に出てくるから見てほしいところが注目しやすいからだと思うのでそれの代わりにこれもなりますよね。そそううななんでん,なんでですす <laughs> これだったら写真撮って消すだけじゃないですか。ですですです。めちゃくちゃ簡単に進むじゃないですかっていうことで、計算するよって、絵でくくったねって、こ、は、う、い、完成するよって、こうなるよねみたいな風にこうに示していけば、簡単に授業準備もできるし、はい、あとこれのいいところはあの画面配信って皆さん分かりますかね。い今もできるんじゃないかな。 やってみたらいいんじゃないやってみたらいいのか。なるほど。やればいいのか。やればいいですよ。画面配信でもうまくいくっていうところがいいところなんですよ、ね、あ今、皆さん、ロろいろ立ち上げてくださってる方は、多分、小木曽先生が出している画面とお手元の画面がだんだん同じになってきてると思うんですけど、そんな感じで、生徒の画面に先生の見てるものパッと出せるんですよ。そうすると、生徒の画面上で今、 大木曽先生が消してるのとかがリアルタイムで動いてると思うんですよね。そんな感じで画面配信するとその生徒の手元の画面でいろいろスクラッチもできるよってそういうそんな感じですね。そうです。これが便利なことは結構多くて高校の先生使ってたりする人結構います。うんうん、ということで写真と手書きだけでもこれだけのことができるんだなって隠すところも見せてほしいっていうリクエストが来てるので。隠すところ で手書きのペン触って、ほいで。手書きのペン触って、僕は定規でやるといいかなと思うんですけど、ホイホイ定規でこうやって。めっちゃ麗。はい。定規でやると、すごく綺麗にいくんですよ。<laughs> あと、こうも、文字の太さも変えれるんで、ちょっと太さを合わせて、こんな感じで定規にしていけば。あかなり綺麗に消えますね。かなり綺麗に消えますよね。ね。使ってるのは手書きだけなんですけど、すごい汎用性高そうですよね。 めちゃくちゃ使えると思います。はい。<laughs> こんな感じでやると準備もわずか数分。うん,うん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 。ええ、でも、わかりやすいみたいな。 そんな風になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。うますもう初級から飛ばしてきてる感じがやばいっす、ね。<laughs> <laughs> 飛ばしすぎ。<laughs> いやいやいや、どんどん行きましょう。楽しいなっていう。ありがとうございます。ということで、えっ、ー、と、カメラを使って。えっ、ー、と、振り返りとか、板書計画とか、スクラッチとか、いかがでしょうか。っていうのは、まず初級編一でした。これ、生徒とやり取りしなくていいから、本当に初めての人も、何かっていうか。 気使わなくてやれるのいいですよね。そう,そうです。そうです、うん。そうです。本当に先生が使う側なんで、本当に子供に何かさせるわけじゃないから楽ですよね。うんうん、さあ、どんどん行きましょう。さあ、どうぞ行きましょう。動画、えっ、ー、と予習として動画を送るとか。まあ、欠席対応とかオンライン対応とかして、えー、動画を送ってはどうかなと思います。これはねどう喋ったらいいんだろう。ど動,画どどう動画作ってください。はま動画作って。くだ 際はあの、うん、人によると思うのであれなので多分どうやって送れるかっていうそこの部分をお伝えされるのがいいんじゃないかなと思いますね。動画を送るど、まあ、動画があったと仮定してでいいのかなこの場合は。か今資料箱に入れちゃってもいいんじゃないですかあ資料箱ね。あなるほど、まあこう。動画があります。えっと私はこのあ先生方今ズーム入ってらっしゃると思うんですけど <laughs> 僕はズームでレコーディングして動画作ってます1人です。 一ああ人ズームすごい動画便利ですよね作るの超便利に作れますはい今あの全くこの状態を一人でやってレコーディングってやって動画作ってるって感じですねそれこそさっきのスクラッチとかでやりながらで、うん、資料箱にあげる資料箱に入れるって感じですかうん、うん、資料箱に入れればいいそうですそうですそこに入れてみてください今小木曽先生がですねえっと実際先生が使ってくださってる動画をさっきご紹介したえっとなんて名前だっけよいしょ資料箱の 資料箱の、えっと、新学習指導要領勉強会、うん、数学専用っていうところの中に入れてくださってるんですね。なので、皆さんもそちら触ってもらって、その動画触って使用するって押したら、小木曽先生が入れた動画が見えるようになってると思います。あ、ありがとうございます。はい。 そんな感じで、あの、先生があらかじめ作っとったやつを、この資料箱入れといたから、後で見てねって言ったら、どこからでも生徒見れるんですよね。そう,そうです、そうです。私は、あの、週末課題として動画を渡してるので、まあこんな感じでセットして、じゃあ、今週これねっていう形で渡したいかな。うんうん、あとは、まあ YouTube。 のウェブカードで渡すって方法もあ、そうですね。今ちょっとちょうど質問に作った動画をオフラインで見ることはできますか？家庭のネットワーク環境の際をすごく気にする人が多いですっていうことが出てて、えっと多分それに対する一つの解決策がウェブカードでえっと YouTube の動画を入れとくだと思うんですよね。そのまあうん、うん、なんだろう動画ファイルそのものを送ることにしちゃうとおっしゃる通りかなり差が出ちゃうんですけど、YouTube の動画が見れない環境ってあんまり ないと思うので、あのー、環境気にされる場合は YouTube の限定公開にしといてウェブカードを資料箱に入れておくのが 基本的にははいいいかなっていう気はします。まだマスなま,あ、あのまだマシになるかなっていうレベルですけどね、完全にオフラインで見るっていうことが基本的にできないので、その場合は YouTube であの見ていただくのがまだ一番マシかなっていう感じですね。まあ、もう一個の手段としては、例えば学校内で動画をのデータを落とし切っちゃっておく。それをで持ち帰る。 っていうのもありかもしれないですね、はい、あと、ウェブカードって何ですかっていう質問が出てきたのでウェブカードっていうのはここのにあるインターネットを見るカードのことですね。そうですねあの、インターネットのページがそのままロイロのカードになる機能なんですね。よいしょここに虫眼鏡がついてるんで、この虫眼鏡触るとこれでインターネットが見れるということになります。はい、今、チャットの方にもあのウェブカードの説明貼ってみたので。YouTube が 見えますよみたいなそういうことになるわけですね。なので、これを完了って押すと、カードになるわけですね。これをウェブカードと呼んでおります。なので、見せたい動画を選んどいて、送るというふうにしてあげれば、送る、わかりますかね。送るっていうふうにしてもらえばいいっていことですね。うんうん、こんな感じでいいかしら。 はいちょっとチャットでざっと答えてみたんですけど、視聴したかどうかの確認っていうのは基本的にできないので、小城先生、うん、多分反転学習のところでしゃべられると思うんですけど、動画見たかどうかは、なんか多分テストとかとセットにされてる感じですか、うんえー、っと一応、僕は週末課題なので、うん、あの見終わって、見て勉強したノートを写真に撮って、提出箱に出せっていう風にさせてる。あ なるほどですねなので、あれですね、動画が視聴できたかどうかの確認そのものはできないんだけど、あのうん、見てないとできないよっていう課題を出すっていうのをセットにされてるってことですね。ありがとうございます。というような感じでいいですかね。はい、大丈夫だと思います。では提出、回答の共有といきますが、よろしいでしょうか。どどうぞどうぞぞ、えーまあ、提出箱を 使いいましょうということこですね、まあ、子どもが解いたノートを写真撮って今先ほど出してもらったような提出箱に出してもらうということです。これで、えー、出してもらってから回答共有っていうふうにすると生徒同士お互いのノートとか出したものが見ることができます。 高齢で意見交換をしたりするということですねまたこ,この中の誰か一人を選んであげると生徒発表っていうこともできるのでこの生徒に発表してもらうということができますすると生徒のこのが生徒がなんていうの支配者ってなぜなんて言えばいいのあえっと 多分なんですけど、そのさっきの画面配信と比べると分かりやすいのかなって思ってて、うん、さっきの画面配信は先生の画面を生徒に見せる機能なんですけど、今、大木曽先生が出してくださっている発表っていうのは、逆に生徒の画面を他の生徒とか先生の画面に見せることができる機能ですよって感じなんですよね。うん、そういう私は基本的にノートに解かせて写真っていう形に撮ってますが。 1>, あまあ、1回はノートで解くっていう形にしていますね。まあ、やっぱり数学、手で書いた方がいいかなって思う部分も結構あるので、まあ、ただ、ね、後のステップ解説のところはちょっとまた違います。すべてではないっていうところですかね。はい。だからあれですよね、前に来させなくても、いきなりその場で生徒が発表できるからいいよってことですよね。そう,そうです、そうです。座ったまんまでも発表できるっていうのはいいところだなと思います。<laughs> あっ、眞先生、ありがとうございます。では。 中級編の方に入りたいと思いますがはいどうぞどうぞこの提出箱のちょっと工夫した方法をご紹介したいなと思います質問箱と回答箱という方法ですえ提出箱は共有することでお互いに見ることができるのでじゃあ何を入れるかっていうと生徒の質問を共有するというそういうような提出箱の使い方の提案 ですあまずは生徒が質問、わからないことを紙に書いて、一旦提出箱に出すってことですね。そういうことですね。<laughs> はい。私、これがわからないとかね、まあ、ちょっとこれかな、聞いてる内容が中学生のような内容なんで、大変申し訳ないんですけれども、あのこ,これ、どっち使うのかわからないとか、こういう質問を提出箱に出させると、まあ、出させたら、出したい人が出すっていう感じですね。でそれに対して、もう1個提出箱別に用意して、 回答箱というのも用意しますこの提出箱にあるものをに対する、ね、質問に対する答えを生徒が答えるみたいなそういうような方法です、まあ、ただ高校生がどこまでやれるのかっていうのはちょっと難しいところもあるかもしれませんし、あのー、クラスの状況とかもありますので、まあ、質問箱だけ用意して回答はみんなもあれば先生もあるっていう場合もあるかもしれませんね まあ、こんなような活用方法はいかがでしょうかっていうことです。まあ、例えば、さっきの手書きの添削使って質問箱に出してくれてるやつに、先生が手書きで答え返すっていうだけでも、まずはいいかもしれないですね。うんうん、そうですね。はい。うん、先生が手で書いてあげればいいと思います。 あ,あと提出箱にある共有してると他の子のカードも生徒は取り出すことができますね <laughs> 共有。提出箱を共有してると他の子のカードを生徒が取り出すことができるのでこれ取り出して自分のカードに加えて答えてるみたいなそういう方法もできますよということです。これ結構やり取りができて本当に仲が深まるっていうか。 学びが深まる方法だなというふうに思います。では、五つ目いっても大丈夫です。どうぞ、どうぞ。いってください。中級編、個別対応。もう一本。先ほどの質問のとか、の中には、あの、個別に送るしか使ってないって言われてた先生もいらっしゃいましたけども、もまさしくその、そんな感じで。例えば、入試受けるから、お前、これで解いてみようっていうの、こう、ことですね。 あ、多分今日初めての人は送るのイメージが湧いてなかったりすると思うので、その個別に送るってどういうことなんていうのを操作上で見せてもいいかもしれないですね。なる,なるほど、やってみましょう。やってみましょうか。個別に送るですね。えっ、ー、と、何か問題とかを用意しましょうみたいな感じですかね。問題を用意しましたっていう形でいいですかいいと思います。 これを誰かに送るってことで送るのと緑のところに重ねます。はい、で一番左の「全員」って押したらクラス全員に同じ問題が届くんですよね。はい、そうですね。なので、まあ、例えば「個人」に送るというふうにすると <laughs> 今参加されていらっしゃる先生方がずらずらずらっといらっしゃるのでダミーの,の,の後ろの方だったらいないですね。<laughs> ダミーの後ろの方だったらいないです。いないっすこの生徒とこの生徒に送るとか一、まあ、人でも大丈夫ですけど一人とか決めてここに送るってやってあげると。 そのカードが送られれるとというここになりますねこれ例えば、家にいるときに送られてきても、あの生徒は取り出せるんですよね。そのリアルタイムで開いてなくても取り出せるんですよねすす、はい、全くリアルタイムですね。なので、逆に先生側にもリアルタイムでやってくるってことですよね。 そういうういいいこととになりりまますすねありがとうございますはいそっか数学高校とかだと入試対策とかだとこの子にだけ送りたいとか多分出てくるんですよねきっと。かなりの場合あると思いますね。結構が大学とかにもよって傾向が違うのでうん、うん、そういう場合は多いんじゃないかなと思いますと。 はい、ありがとうございます。では中級編成、え、十二時までだっけ？十二時までですね。<laughs> このパターンじゃちょっとワンネっていう話じゃないですかこれ。あ、まあでもあのー、とりあえずやっちゃいましょう。じや,やっちゃいましょう。はい。はい。えっと生徒同士でしたいということで、えっ、ー、と使うものはテストカードっていうのがあるんですよ。テストカード、<laughs> テストカードっていうのがあるんですよ。そのテストカードを生徒一人一人がテスト作ってみんなで全員に送ってしまえと。 <laughs> で誰々さんが作ったやつをみんなで解くみたいなそういうような方法です。絶対わかんないと思うんでやってみます。<laughs> あの、えー、ロ,ロイドにテストカードっていうなんか小テスト作る機能があるんですね。それでまず問題作るんですよね。うですねここにテストってのはあります。でテストっていうのはあ間違ったアンケートです、ね。テストってのはありますんで水色のこのカードですね。うんうん、これで。 編集ってするとテストを作ることができるんですがちょっと数学では苦しいのがですね、えー、と数字入力とかそういうことがだと自由記述にしかならないのが結構苦しいところですよね。択ととかそんなな感じにしないと 難しいあ、うんまあ、4択とかにすれば自動採点何,点何点とかでやってくれるんですけども自由記述で答えてもらうのかどうするのかちょっと考えて作んなきゃいけないのが。 数ととしてはいところです、ね、ああれですすねねあれ先生も生徒もその小テストが使えて、でしか今、小日向先生がおっしゃってたのが、数式とかをあのロイルで打つ機能は今のところないんですけど、うん、画像とかが使えるので、例えば選択肢でその数式とかが入ってるものを、あの画像で用意したものを作っておいて、それで小テストすることはできるよっていう、そういういことなんですよねちょっと見づらくて申し訳ない。ここに写真があるので、写真を入れるっていうのがあるんですね。 なのでこう問題とかを写真に撮っておけば入れられるとてことですね。というようにして答えは1か2か3か4か,4かとまあ作ればできるよということですね。これを生徒一人一人が作ってお互いに送るということですね。はい 生徒間通信っていうのがありまして今だ普通はロックされてるから生徒同士は送り合うことができないんですけれどもこのロックを解除してあげると生徒同士でカードを送ることができるということになります。 なのでこれを解除してあげて全員に送って解き合いましょうみたいなそんなような実践になります。うんうんうん、あお小日先生カードが飛んでくる位置がランダムになっちゃうからあの困るんじゃないかっていうご質問頂い,いてて「あの送る」のボタン触ったらカード取り出せるよっていうのちょっと見せてもらっていいですか。なるほどここここ触るるととでででですね今まで送り合ったもものの出出てててくかららここ選んしう うんうん、取り出せると、ね、そうですね。なので、送ったはずなのに生徒が場所がわからんって言った場合には、うん、送る、触ると出せるよって言ってると、自分の好きなところにもう一回出せるので、それ使ってもらうのが、今のところはいいかなと思います。うんすね、はい。お人先生、これ多分なんですけど、結構時間が来てるので、先にジオジブラ、上級のジオジブラの話とかするといいかもしれないです,、はい、す。では、ジオジブラということで、先ほどのウェブカードというか、 ジジョージブラ先生方ご存知なんですかねあの数式ソフトですね、えーっと。例えばですけども、y イコール2分の x2 乗の表す放物線を c とする点 t コム t たす1を通る曲線 c の方線が3つ存在するような t の値の範囲を求めようという問題を子どもたちに実際作らせたことがありますというそんな実践です。ということで ちょっと問題をいきなりザラザラ喋っただけでわかるかといって話ですけども、点 T コーマンマ T す1ですねここがねこれを通るここを三点通るようにしましょうということでホ放線青色がホ放線ですけどもこれ三点通るような風にあここだったら三点通るなとかいうことがわかるよねみたいなこんな風に作らせて触らせるみたいなそんなようなことありました先。先生ご提案です。 このウェブカードを皆さんに送って、はい、ウェブカード実際にあのどんなんて見てもらうのがいいんちゃうかなと思います。送りましょうか。はい。一応、そうですね。準備してありますよ。ありがとうございます。ちょっと今、先生がおっしゃってくださってたページ、皆さんのところに送らせていただきます。で、えっと、ウェブカードなんですかって言ってる方は、今お送りしたものがウェブカードになってまして、届いたらそのカード触っていただいて、 虫眼鏡のボタンを押してもらうと、そのページにそのままジャンプするんですね。そうすると、実際にあの点をぐりぐり動かせたりするんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、ウェブカードを使ってもらうと、外部のサイトを使ったりとかもできるので、ぜひ使ってみてください。はい、はい、という形でこう3点通るみたいなのがわかるなみたいなことですね。 はい、ありがとうございますあと2分 <laughs> あと2分 <laughs> あと2分ですねですかね大丈夫ですか、ね、ちょっとあの本当はやる予定だったやつをしゃべるだけでもいいかもしれないですね,そうですねはい、はい、じゃあステップ解説ということで、えー、コピーを使って解説を作るよっていうお話ですねまあこれは子どもが作った解説なんですけどもワンステップずつワンステップ1枚そんな形で えー、例えば、水を排水する、えー、一時関数の問題ですね。何リットルで水を排水しているか、14分間で84リットル。えー、だから、6リットルずつですね。ということで、毎分6リットル。じゃあ、定義域を求めましょう。というふうに、1枚で1つ進むように作らせているということですね。<laughs> <laughs> これは、えっと、生徒に解説を作らせてるってそういう話ですか生徒に解説を作らせてますし、僕が作るときもありますね。説明用として、こんな感じで作らせていてい、毎時間生徒はこれ作ってくるっていうのが宿題というか、まあ、授業時間で20分ぐらい取って作ってて、割り切らんかったら宿題みたいなふうに授業を回してます。なるほどですね。実際やってる様子です。ということで。 一作業一コピーで解説を作ると、ね、そんなことをやったりしています。ありがとうございます。はい。で、最後の振り返りシートってどんな事例ですか？えっとですね、先ほどカードが小宇宙になってしまうみたいな質問があったんですけれども、うん、あの。 私は1時間で生徒に渡すカードを1枚っていうふうに決めていてその1枚の中に全てを盛り込んだシートのことです。勝手にまとめシートって言ってますけれども自分としてはもうこの中に全てが入っていて今日の授業内容はこことであなたが授業で解いたノートを写真に入れなさいと自己分析をして振り返りを書きなさいと。これを 提出箱に毎時間出させるって終わりみたいな。こういう授業をやってます。一、うん、時間。<れ>はい。あ、どうぞ、どうぞ。一時間に一枚だけにすれば、子供たちは自然とノートが整理されていくので。うん,うん、うん、うん。まあ。 宇宙にならななならいいいかとと思ってまますすごごめんさありがとうございますこれは、えっと、どんな流れになってるかというといい1回の授業で1枚のシートしか配らなくて左上に使う資料が入ってて自分が何のノートを撮ったのかっていうのを紙のノート写真撮ってくれててその下に自分の振り返りをを書いて、うん。うんうん でそんな感じですよね。そうですそうですうで,すで今先生あの入り口としてはどうやって資料を整理するかで話されたんですけど、これを先生はえっ、ー、とあれですか観点別評価にも使われてるってそういう話ですか？あかなり使ってます。どんな感じなんですか？えっ、ー、とでもまあ正直 S とか拾ってもあんまり意味がないので一人一人のこう,んうん、うん、この子は何考えたのかなっていうのをふわっと掴んでいくっていうイメージで、あ、うんえー、だいたいそういうことを考えてるんだなっていう。 ことをこう常にこう一人一人 <laughs> こうイメージしていくみたいなそんな感じでやっていくとじゃあ思考力っていう判断をかからなきゃいけない時に大体、うん、いいこの子いつも書いてるのはこういうことだから、まあ、AI で大丈夫だろうとかそんなような。うんうん なるほど、その毎時間のその上の自己評価はそんなに見てないけど、その R80 って書いて、そのテキストの振り返りのところで、この子がどれぐらい意欲的に授業に取り組んでるかなとか、どれぐらいあの授業の内容理解できてるかなっていうところにも使ってるってことですね。 もうふわっと見ながらトータルで判断していくっていうイメージでいます。ありがとうございます。はい。というところで、今日のお話し,して、今日のえっ、ー、の全体の、えー、発表の内容は以上っていう形ですかね、はい。ちょっと押してしまってごめんなさい。あとんでもないです。はい。で、大井田先生の今のお話って、実は本とかにもなってたりするんですよねあ。そうですね。はい。ここに書籍がありますが、えっ、ー、と、明治書。 数学教育でいくつか,か書いてますので、同じような内容のこともありますので、もしよろしければご参考いただければなと思います。はい、あとあれですかね。えっと、なんだっけ。えっと、もし今後も大木曽先生と,とにとかにいっぱい話聞きたいなって思ったら、そういう集まりとかも先生つ作られてるんですよね。上手ですね。影山さん。<laughs> <laughs> はい。あの、先生グループ作ってますので、l ルイたじみって言うんですけれども。今三十人いらっしゃいますんで、あの気楽に。 あのお話しする場ですからもしこよろしければこちらにメールいただければありがたいなと思います。